皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もボブズワールドで遊んでいきます。さあ、気づかれました皆さん。そう、私も今びっくりしたんですよ。開いてアプリ、音楽流れてるまあ普通音楽流れててびっくりしないんですけど、ここ 3,4 回動画を出ししてて音楽ならなかったんですよね。バグっちゃって、で再起動しても直らなかったのでちょっとあれだったんですけど、まさか何もしてないのに音楽出るって嬉しいですね。さあ、どこどこどこ、危ない危ない危ない。さあ、今日は101レベルから105レベルまでいきたいと思います。どんどん難しくなってきてますからね。危ない危ない。これ多分当たんないでしょ。当たんなくてもちょっと、お、これ下行ける。お、珍しい。おっと、びっくりした。どういけば。そう、光るから、光るっていうか燃えるから怖いです。あ、ダメ。当たった当たった。さあ、ではここから再度やり直しましょう。いや、なんかさっき上のコースを見つけたんですけど、ちょっと皆さんお見せできなかった。おお、コインの山、すごい。なんか一個だけブロックあったの、降りたら上に上がっていったんですよね。この前の動画のあの動き出すっていうあれですよ、例の。この上に行けたんですよね。さあ、 100m までやってきました。ああ、だからこの、さっきのここですよ。こうやって上がっていくんですよ。あー、落ちた。さあ、ではここからやり直しですか。100メートルしかまだ進んでいないですけど。さあ、上に上がって、よーし。これで上に行けますか。上にもなんかいますね。怖い。あー、でもいいですね。楽々ですね。うりゃなんかあそこの上登れそうな気がするんですけど。ちょっと怖かった。あ、登れなかったんですね。ゴールだった、普通に。さあ、ゴール。さあ、我が家へ帰っていきましたよ。多分我が家ですよ。補修しないといけないぐらいなんかあれですけど、崩れかかってますけど。さあ、星2ですか。さあ、ではレベル102ですね、行ってみましょう。いや、これ土管じゃないでしょ、これ。柱でしょ、これ、普通に。なんか、パルテノン神殿とか、ああいう、昔のなんか、そういうなんかあれですよね、使われてる柱っぽい気がしますけどね。いや、私がお出ししてた、働く UFO さんで、こういう、あれですよね、柱を動かしてたステージありましたね。懐かしいですね。いや、面白いですよ、皆さん。よかったらご覧くださいませ。あれなんですよね。アプリ購入して遊ぶタイプだったんですけど、働く UFO さん。カービィちゃんの、星のカービィちゃんを出されてる会社さんが作られたゲームなんですよね。多分クレーンゲーム好きな方とかいいんじゃないですかね、ああいうの。あ、そっちに行くの。私はもうショートカットしたいから上に登りたいことしか考えていませんけど。さあ、横に動くってこと。おお、すごい。これは？これも横に。おお、いいですね。さあ、150m。お、もうゴール？危ない危ない。てい！さあ、プラス1500スコア。さあ、50コインですか。星は2つと。さあ、レベル103ですね。おっと、上でくるくる回ってる。危ない。いきなりジャンプしたらやられるパターンですね。いや、そういえば先ほど高音質さんが鳴る動画にコメントしてくださったんですけど、危ない。何でしたっけ、あの、そう、探偵ガールズさんですかね、私がお出ししてる。いや、なるほど、あの探偵ガールズさん面白いですよって毎回とおっしゃってくださってるんですよ。いや、嬉しい。いや、ほんと面白いですからね。3分間ミステリーさんとかとなんか似たようなゲームなんですけど、ゲーム性が探偵ものですか、クイズものといいますか、謎解きですかね。犯人は誰だっていうやつなんですけど、面白いですよ。よかったら、なるほど、この再生リストからご覧くださいませ。もうゲームタイトルが何本あるか私わかんないですよね。実況が。わ、最近なんか、大きくなるアイテム出てこないですね。あの、瓶に入った。なんででしょう。この3ステージで1回も出てないから、まあ、広告見させていただいたらいいですかね。無敵とかなれますけどね、大きくなったり。さあ、クリア。
いやー、ヒヤヒヤしてますね。前回ボスが出なかったから結構ボス戦もまだなんですよね。お遊びできないんですよね最近。さあ星2個。さあではレベル104ですね。行きましょう。あと残り2ステージ。上に行きそう。おお早い。あら、いけない。お、出てきた。よし、4ステージ目にしてようやく大きくなる薬が。わあ、フグちゃんがたくさん出てきて、うわっ、なんか来てる。あ、なんか飛び出てる。うわちゃん、あー、小さくなっちゃった。なるほど、要は難しくなるからあれだったんですね。大きくなったんですね。復活すると小さいままからスタートですからね。さあ爆弾投げておきますか。向こう側に当たっちゃった。まあいいですか。やめてやめてやめて。うわっ、うわー、嫌な当たり方。いやー、跳ね返った時の、あー、また同じことをしてしまった。いやー、まだ同じやり方する。ちょっと危ない。あー、いやー、ちょっとここを越えられない。危ない危ない。わっ、やめてやめて。おお、背が低くてよかった。小さくて。さあしゃがんでいっと。おお、もうゴールですか。危なかったですね。うそん。さあ大きくなってやり直しました。これで確実でしょう。あそこで一回当たってもあれですよ、さっきみたいに安心しきっても大丈夫と。最後の最後で当たっても小さくなるだけと。イエイと。ちょっと待って待って待って、やめて。ここまでやり直してきたのに。よし、神ちゃんいない。もう爆弾使えばよかったですね。もう危なかったですね、危なかったですね。っていうかもうやれたんですけどね、すでに。さあクリア。やっぱ油断するとダメですよね。最後の最後、勝負は最後の1秒までわからないと。さあ星2個。さあではレベル105です。行きましょう。もう、まあ確かにあれですよね、目算して多分届かないなと思ってたんですけど、でも相手突っ込んだらやっぱり案の定届かなかったっていうですね。危ない。今もなんか届かなかった。あ、いや、なんかもう、なるほどくんが着せ上げる動画になってますよね。ウェイとかキャーとかグエイとかですね、ピヨンとかですね、ウソンとかなんか言ってましたけど。さあ気を持ち直していきますか。あー、ダメ。まあそれかなんかもう規制の練習しますか。逆になんか規制の種類をなんか編み出していくみたいな、この動画を使って。ちょっと前からですよね、ピエンとかが流行ってますよね。危ない。よし、いつから流行ったんですかね。そしてどうやって流行ったんですかね。流行りって分かんないものですよね。いつの間にか流行ってるもんですよね。ですから、なるほど、この規制もいつか流行るんですかね。どの規制が一番いいんですかね。ちょっとアンケート取りたいですね。危ない。カメちゃん、カタツムリちゃんでした。なんか変なとこで、あれですよね、跳ね返るからですね。何もないとこで跳ね返りますよね。透明なアクリル板でもあるのかっていうぐらいの。おお、ゴールできました。いや、ありがとうございます。あ、乗れなかった。さあということで今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど亭のチャンネルの再生リストからですね、たくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。We'll be right back.